はいどうもヒョードルです。ワイルドアームズアルターコード F 続きをやっていきたいと思います。幻冬草原から戻ってきたら西の波止場に船が止まっている、船が来たっていう話なので、それにね、まあなんか運が良ければ乗り込もうみたいな、多分そんな感じだと思うんだけど、バーストロミューだ。おー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 、助けに来てくれたのかな。おーい、俺だ俺だ。波止場に船が着いたと聞きましたが、船長さんのスイートキャンディー号だったのですね。いやー、渡りに船とはまさにこのことだな。さすがは心のアミーゴたち、俺のピンチに直ちに駆けつけてくれる。おっとなんか立場がおかしいぞ。うわ、いきなり雲行きが怪しくなったよ同感です。そう言ってくれるなよ。今回も一つお前さんたちの手を貸してもらえないか。なーに、悪いようにはしないからよ。貸すも貸さないもまずは依頼内容を聞かせてもらえないとな。話が早くて助かるぜまず聞かせろって言ってんだよ。で、要件なんだが、この先の海域でな、幽霊船に出くわしちまったんだよ。おお、やっぱり幽霊船絡みではありましたね。ずっと以前からこの辺りには幽霊船伝説があってな、船乗り連中の頭を悩ませていたんだ。このままでは安全な交易が行えない。交易が廃れれば人の暮らしに限りは必至。それはいくらなんでもまずいよな。そこでお前さんたちの出番、幽霊船伝説に引導を渡してほしいのだ。引き受けてもらえないかな。まあそう言うなら、まあ引き受けるけどね。どう考えてもこれ、あのループする選択肢ですからね。さすがは心のアミーゴ、きっと引き受けると思っていたぜ。このお人よしなら結局のところを引き受けしまうだろうな。だが俺はそうはいかないな。依頼に対して報酬の交渉は至極当然だと思うが。う、そりゃそうだ。俺たちは内海を渡ってアークティカ領に向かいたい。そのための船を探しているんだ。知っているだろう。お、スイートキャンディー号は渡せみたいな話になるのか。そうだな、お前さんたちに世話になるのは今回で2度目。ここで義理を書いたら海の男が廃るってもんだ。いいだろう。お、どうしてくれるんだ。なんとかなりましたね。ちょっと待った、そいつはこっちの依頼を解決してからだ。慌てられても困るぜ。とにかくまずは幽霊戦騒動の解決に向けて準備だ。支度が整ったら声をかけてくれ。まあセーブもしているのでそのまま向かっちゃおうと思います。行く行く。スイートキャンディー号で幽霊船に接近し、小回りの利くボートで侵入口を探す。そこから乗り込むのがお前さんたちの仕事だ。どうだ、準備はできたか。準備完了です。じゃあ行っちゃいましょう。お、もう早速ダンジョン音楽になった。これが幽霊船ですね。幽霊船っていうけどなんか軍艦？こいつは驚いたな。全身これ鉄の塊。俺の船と比べるとまるで鉄の棺桶だな。お化けの船もさもありなん。本当は震えまくってるよ。もしかすると伝承の大戦記、その頃に作られた戦いを目的とした船かもしれないね。だとするとそれ以来ずっと安らぎを知らずにさまよっているのですね。なんとかならないのでしょうか。なんとかするにはまずこっちから出向いてやらなきゃな。船長、幽霊船の周囲をもう少し調べてくれないか。乗り込める場所を見つけたい。おっかないけれど仕方ない。そこからあとは任せたぞ。頼んだからな。か細いな。帰りたくなったらすぐに戻ってこいよ。ちゃんと戻れるんだ。まあまあ引っ張ってクリアしたいところですね。待って、あ、なんか人玉浮いてるけどやっぱり軍艦ですねこれね、明らかに。重い材質で作られているようだ。普通の力では動かすことができない。おー、なるほど。ということはこれはグッズゲットの気配がする。行くよ。とりあえずこの行けるところに行きますかね。白ジムだ。あ、こっちまで来たはいいが、
取っちゃった。あ、閉まってるな。はい、あ、このコンパネ、あ、じゃあこれスイッチだ。おーおーおーおお、スイッチを見落としてましたね。なるほど。おお、不意打ちだ。おお、なんだこれ、ハサミ持った人形みたいなやつがいますね。スラッシュ、これはなんかあの過去にも出てきたあれだな、アーデルハイドを襲った時に出てきた骸骨のなんか色違いですね。じゃあロックオンソリッドストームでザックはアタックかな。ヘルタースケルターを先に倒したい。でこれスペク、あ、いや待てよ、セシリアはちょっと魔法は、あ、アタックすればよかった。まあいいか。セシリアやっぱり魔法はできるだけ控えていきたいですね。逃げるに MP 使うからね。ゲー防御してこれか、結構しんどいな。これ普通に負けるんじゃないか。MP がとか言ってられないような気がしてきた。これやばそう。ロディどうしよう。ソリッドストーム、いやスナイプバレットで、でザックがアクセラレーターストライクバディでこの2体で、セシリアはスペクトルでこいつ、スペクトル、まあなんか雰囲気が雰囲気だし光が弱点だと思うんだよね。とりあえずこれでこの2体を倒したい。よし倒せた、 OK。 直近波に耐えられるか。おし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 、でスナイプバレットを打ち込んで、これで死ぬのがベスト。おっしゃー、セシリアの MP 消費なし。いつまで続くのだ。まあけどビットが一気に減ったな。結構雑魚敵もしんどくなってきたな。であれなんですけど、こんな感じだと思う。よし、これで開きますね。 OK。 それよ、で、あ、これは電源入れれそうな雰囲気がする。あ、違う、どっかで電源を入れないといけないポイントですよね。ダメか、あ、あれかな。端末の起動トリガーはロディの扱うアームのそれに似ている。なるほど、まあ、対戦機のものだけあってロディが、扱うことができるみたいですね。ロディはトリガーに指をかけると静かに目を閉じ、アームを扱うように心をつなげてみた。お、電源ついた。これで途中にあったなんかね、コンパネを操っ、なんか操作して扉を開けるようなのがあったので多分それですね。起動した、ロディが動かしてくれたのですか。正直よくわからん。この鉄の船は1000年前に作られた魔族と戦う軍艦、言うならば超巨大なアームの塊なんだよ。だからロディは起動できたのさ。アームを扱うように心をつなげることで。だけどよ、ロディはどうしてアームに心をつなげることができるんだ。特訓とか修行次第で俺にもできたりしないかな。思うに、まあ無理だろうね。アームに心をつなげること、それは先天的な相性というか天賦の才みたいなのが必要なんじゃないかな。ロディやあのカラミティ・ジェーンはごくごく稀な才能を持って生まれているんだよ。でもロディの能力には正直驚いている。オイラの知る限りじゃ、こんな複雑な気候に心をつなげられる人間なんてどんな伝承にも文献にも記されていないよ。お前のんきそうな顔してるけれど、実は天才とかそういう類の人種だったのか。天才でも特別でもロディはロディです。今さら色眼鏡で見るなんて感心しません。セシリアはセシリアで、ちょっとそういうことに対してなんかナイーブすぎる気もするけどね。自分がそうだからね、ちょっとあれなんですけど、しょうがないところもありますけどね。端末に情報の断片が表示されている。鋼の体と力を誇る魔族に対抗するため、
ファルガイアの連合軍は同じく鋼の力の開発に着手する。魔族と同質の、そして魔族を凌駕する破壊の力の追求。それは魔族の体をベースとした生体金属の研究から始まり、ほどなくして2つの回答を出した。極大火力による広域戦闘を目的とした巨人型の機械兵器ゴーレムと、汎用性を追求した蛍光兵器アームである。なるほど、魔族を元に生み出された技術ですね。機能の一点集中による性能の特化を目指し、対魔族用の兵器ゴーレムの研究は開始された。標的である魔族の生態構造をモチーフに、前述のコンセプトに沿って設計されたゴーレムは巨大な姿と戦闘力を備えて完成に至る。だが搭載された論理回路に未完成な部分が多く、敵の手に落ちた場合、こちらに対して容易に破壊の力を振るうことも危惧されている。新たな開発指針として、推論に基づく自己判断機能が望まれるまでさほどの時間は必要としなかった。なるほど、実際ゴーレムはもう魔族の手に落ちてますからね、まあ、やばいことになるよってことだね、これはね。端末からは壊れてしまった情報の断片が、あ、はい、もう魔族の行動をモチーフとしたゴーレムに対し、魔族の体そのものを転用した兵器、それがなんだろうね、これわかんないですね。使用者の精神同調率の上昇に伴って効果を引き上げるほか、高い蛍光性も備え、ゴーレムに代わる汎用性の高さを実現する。だが精神の接続および同調を可能とする因子適合者の決定的な不足が原因で、一時実現かなが危ぶまれる。打開策として因子適合者の人為的調整、すなわち何だろう、戦うことを目的とした新たな生命の創造が望まれたってことかな。なんだろうね、ホムンクルスとかが割と近い単語な気もするけど、ちょっとわかんないですね。計画アームかな、これはと同じく魔族の生体金属をベースにした純粋投手かなの開発プランの始まりである。本は、推論型論理回路を搭載し、全ての行動を自己の判断に基づく思考する兵器として設計される。高い攻撃能力と優れた汎用性、投入されれば間違いなく戦局を左右する存在。アームとホークは2つで1つ、1つにして完全な兵器として生み出されたかな。なるほどね。ゴーレムはまあロボットというか操られるものだけど、完全に自立した兵器も作ってたってことですね。なかなかなんか眉唾な感じもしつつ、まあそれだけ技術力があったんですね。あっちだ、あれがね、確かね、ロックを解除しますか、これですね。電源が入ったことでこの扉が開くようになりましたね。スキャン開始。お、あんなところに宝箱が。この辺はどんどん爆破しちゃっていいのかな。あ、っていうかここは開けてもしょうがないのか。降りてこう回り込む感じですね。これが多分ねグッズなんじゃないかなって気がするな。これは爆弾で開けられるやつですね。グッズマイトグローブを手に入れた。マイトグローブは身につけた人の腕力を増強させる手袋です。マイトグローブを使用グッズとして選択すると、通常持ち上げられない重いものを持ち上げることができるようになります。また四角を押すことで強力なパンチを繰り出すことができます。パンチの衝撃で木箱を壊したり、非常に重いブロックを転がすことができます。なるほど、マイトグローブ手が光ってる。パンチ、
連続パンチ、これで進んでいったら敵に合わないんじゃないかな。ほら、なめんどくさいことやってられるか。本当に敵に合わないようにするんだったら、まあなんかない手段ではない気もするけど、さすがにね、めんどくさすぎるね。でこれですね、これが持てるようになりましたと。あ、持てるけどあれだ、移動できないですね、持ったまま。でまあそこはパンチで、あら無理か。じゃあこれどうすんだ。これじゃダメなんだよね、移動できない、移動はできないよ。あら、おっと、これはどうすればいいんだ。こういうことか。これなんかブロックを入れ替えなきゃダメみたいですね。なるほどね、上にあったブロックはそのまま上に置けるわけじゃない。こうちょっとひとひねりありましたね。なるほどね、これを、ここに持ってきて、これをここに置けばこれで扉が開きますと。よし、これで先に進めますね。じゃあどんどん先に進んでいきたいと思います。さて、ディテクター一応使って、ジェンマー取って先に進みます。お、これまたパズルだ。これが殴るやつじゃないかな。えい、やっぱり、あ、けどこれダメっぽいな。このマークが一致してるのを見ると、これがこの面をここに合わせなきゃダメな感じがしますね。あ、これでも足りない。どうすればいいかな。特徴的な装飾が施されている、非常に重量感のあるブロックだ。普通の力では動かすことができない。なんとかしてここに、あ、違う、これミスった。だから、これでいける。よし、よっしゃ、いけた。ちょっと手間取っちゃった。レッツゴー。で、とりあえずディテクター特に何もないですね。よっしゃー、白ジェム、白ジェムマジ貴重。ちょっとエンカウント率は低めのような感じもしますね。ディテクターオン、なんもない。あー、これまたパズルですね。今度はどうするんだ。あ、道を作る系だな。なるほど、ここを一直線にブロックを並べたいと。だからまあこういうことなんだけど、これだけだと多分ダメなんだろうね。どうしようか。こんな感じでどうかな。これを、あ、これでいける。よっしゃー、まあ、割とこれは簡単だったね。だね、さてさて次はどうなるかな。あ、なんか救急箱みたいなのが見える。なんだろう、はしご。ああ、ミスった、最悪だ。
今のは無駄に消費しちゃいましたね。あの救急ボックスみたいなやつをとりあえずなんか調べてみたい。簡素だが十分な数の薬が揃っている。救急キットを使って応急措置を施した。あ、これ MP 回復できる。おお、やった。 HP、MP、ビット、エンカウントキャンセルゲージが完全回復した。すごい。これあれだ、中間地点だ、いわば。なるほど。じゃあちょっと広めのダンジョンってことですかね。よっ、よし。でこっちに戻ると、戻るっていうかこっちに降りるね。あー、なるほど、さっきのやつの複雑なバージョンですね。ちょっとこれ苦手な感じあるんで、なんかとりあえず行きやすいところから行ってみつつ、そうだな、こうなっちゃうんだよね。ここは簡単だな。で、他のところ、どういう状態でそれを持っていきたいかを考えて、あれ、あ、待てよ、これがこういくんだから、こういってこう、あ、いけた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 、オッケーオッケー。で、これをこっちから叩けば、よっしゃー、よし。まあ、このあれですね、パズルパートはワイルドアームズのダンジョンの醍醐味な感じですね。こういうのがね、なんかただ行き止まりとかがあるだけのダンジョンより楽しくて、ワイルドアームズ好きなんですよね。さてさて、お、甲板に出てきましたね、これ。宝箱も何個か5つほどありますね。多分ね、これね、今取れないやつなんだよね。ちょっと記憶がね、記憶が残っちゃってるところが多々あるのであれなんですけど、まあ、明らかにね、はしごとかもないからね、取りようがないんだよね、段差の上にあって。じゃあちょっと一応1ギミルコインを使っておきますかね。よし、おお、すごいギリギリのところで使ってた。幽霊船の船長とご対面です。キャプテンガイスト、ちょっとかっこいいねこいつ。なんか幻みたいになってるのが気になるな。これ攻撃当たんないんじゃないかな。とりあえずスピードファンク当ててみるけど、でどっちかっていうとプロテクトかな。魔法防御を上げてみよう。ああ、ちゃんと当たるな、よかったよかった、いける。フック、まあダメージも刺してきついわけでもない。まあなんか幽霊らしくやらしい攻撃してくる可能性も否めませんが、順次対応していく感じですかね。一応魔力ダメージを軽減。不浄なる魂を呼び寄せた。雑魚的召喚かな。
ャプテンガイストの属性耐性が強化された。キャプテンガイストはヘイトリッドソウルを呼び出すことで属性攻撃への耐性を強化することができます。またヘイトリッドソウルはキャラクター単体を集中攻撃してきますので各キャラクターの HP 残量に注意しましょう。なるほど、残しとくとちょっと厄介ですよと。まあじゃあ優先して倒していくかな。あ、そうだ、アキュートアングル覚えたんだけど消費 MP バカでかくてちょっとなかなか使えないやっぱりスペクトルが弱点なんじゃないかな。光属性そんな顔してますよねこいつら。当たんねー。あー、もしかしてこれはご指示された。あー、なるほど、ヘイトリッドソウルが爆発、なるほどね。で複数残ってるとあの威力がめっちゃ上がってしんどいよってことだ。了解です。これはさすがに弱点だと思うんだよね、やっぱりね。そうだよね。でまたヘイトリッドソウル呼び出すんだね。なるほど、けど倒せなかったんだよな。ロックオンブーステッドシェルでキャプテンガイスとザックはアタックにしようかな。いや、ちょっと自分にヒールベリーで、セシリアはスペクトルをヘイトリッドソウルに当ててみようと思います。まあ、先に爆破されちゃうとあれだけど、もしかしたらもう一体呼び出すかもしれないね、このターンで。数が多いほど威力が上がるって言ってたから、これから増えていくんだと思うんですよね。よし、倒した。なるほど、まあ、もしかしたらあのザックのミスもたまたま普通に攻撃がミスっただけかもしれないですけど。よし、また来た。まあとはいえ属性攻撃がキャプテンガイストに通りづらいので、この人玉がいる限り。それを考えると基本的にはロディとザックが、じゃあちょっとアキュータングル使ってみましょう。キャプテンガイスを攻撃して、で、ヘイトリッドソウルはセシリアが、処分すると。まあ、そんな感じになりますかね。回復はできるだけ、回復アイテムで行って。おお、いいね、かっこいい。アキュータングルの熟練度が上がった。そう、あのね、使い込まないと熟練度が上がらないので、消費 MP でかくてこの場ではね、あまりこう有効な手段ではないとは思ってはいるんですけれども、使ってかないとって感じですかね。今後のことも考えるとやっぱりスピードファングじゃ火力不足になってくると思うので、できるだけ熟練度を上げていきたい。おお、反撃来ちゃった。ゲー、これまずいな。なるほどね、これで自利品になっていく感じだ。どうすっかな。今ね、複数回復する手段がないんですよね。なんだけど、じゃあポーションベリー、いやヒルベリーでいっか。いやヒルベリーでいいかな。でザックもヒルベリーをセシリアで、セシリアはちょっとね、前回手に入れた閃光の一撃、魔力に応じた威力の光属性ダメージ敵全体、これでまあヘイトリッドソウルがもう一体セシリアが攻撃する頃には呼び出されるんじゃないか、呼び出されるかもしれないってことで。おお、そんなことない。まあ、これでとりあえずヘイトリッドソウルは、駆除できますね。ほら、カブトムシみたいなやつが来た。ちょっとかっこいいね、ヒーローっぽい。ズギョン、まあまあついでにキャプテンガイストにもダメージ与えたぐらい。お、倒した。もしかして弱い。アルターコード F はだいぶ難易度低いですね。雑魚敵とほとんど戦わずにこれですからね。めっちゃ簡単だな。これで普通にレベル上げなんかしてた日には
レベル上げってか普通に雑魚敵と戦ってるだけですごいことになりそうです。まあまあ勝てたからいっか。修理用工具箱を手に入れた。これなんだっけな、もしかしたらアーデルハイドのなんかね街が壊れちゃってて、それを復興させるものだったかもしれない。キャプテンガイストの消失に伴ってゴーストシップが大きく過信だ。現実世界から船の存在が切り離され、徐々に崩壊が広がっていく。完全に崩壊する前にゴーストシップより脱出しなければならない。なるほど。あ、15分もある、だいぶ楽じゃない。あ、まあ、けどあれか、いつも通り雑魚敵が、雑魚敵戦があのカウントされちゃうやつだ。アーデルハイドって言ってそうでした。あれ、これ降りれないのか。どっちだっけ、こっちか。あの宝箱はね、柵に囲まれてるからね、行きようがないんですよね。多分取れないと思う。じゃあダッシュで入り口まで戻りましょう。おお、なるほど、強制バトルか。さすがに逃げれなさそうだもんな。スナイプバレット、どうしようかな、これちょっとアキュートアングル熟練度上げていこうかな。でセシリアは一旦試しにエスケープ使ってみよう。これで逃げれるんだったらそっちの方がいい。多分ミスってなるんじゃないかなって気がしますが、あれだな、やっぱりアクセラレーター使って威力上げないとあんまり威力はパッとしないな。あ、逃げ出した、いけたわ。いけるよね、これもう一回戦闘になったりするかな。あ、いける、わーはい。じゃああれだ、エスケープ一択だ。やったぜ。はい、入り口まで戻ってきました。脱出。幽霊船が成仏するのかな。タイタニックみたいになってますね。海へお帰り。本当にこの幽霊船は軍艦みたいでした。爆発した、マジか。おお、天に登っていった。これでとりあえず解決ですね。じゃあこれで船を使わせてもらえるようになるのかな。でフォトスフィアに行くことができると。お前たちには二度も助けられたな。助けられっぱなしじゃ男のメンツも廃っちまう。何か訳ありで旅をしているんだろう。俺の船を使ってくれ。こいつがあれば内海を自由に行き来できるはずだ。だけどよ、一体何のためにファルガイア中を旅して回ってるんだ。ロディたちはバーソロミューにこれまでのいきさつを話した。魔族のこと、ガーディアンのこと、奪われた涙のかけらのこと。驚いたな、俺たちの知らないところでそんな事件が起きていたとはな。ますます面白いぜ。海の上のことなら俺たちとその相棒スイートキャンディー号に任せてくれ。取り込み中のところすいません。トム、どうした船乗り。トム、バーソロミュー船長、折り入ってお願いがあります。聞かれた通り、俺の故郷アーデルハイドは魔族に襲われて崩壊しちまったんです。復興の動きはあるけれど、
肝心要の町を立て直す人間がいなくってみんな困っていると思う。だから船長、俺に暇をください。わがままばっかりで本当にすみません。でも俺、アーデルハイドを前みたいに綺麗な町に戻したいんです。そういやお前は建築家の卵だったな。よし、わかった。船を降りてアーデルハイドに向かえ。俺たちとスイートキャンディー号のことは心配しなくてもいいぞ。故郷が気になるんだろう。うお、本当によろしいんで。ありがとうございます。迷惑ばっかりかけてすいません。なるほど。トムさん、私からもお礼を言わせてください。アーデルハイドの修復をどうかよろしくお願いします。なんか照れるけど、ご期待に応えられるよう一丁頑張りますか。とさっきから気になってたんだが、あんたら修理用工具箱持ってるな。差し当たって必要なものでなければ譲ってくれねえか。ちょいと考えがあるんだよな。さっきキャプテンガイスとか持ってたやつですね。サンキューな。これ持って早速アーデルハイドの町に向かうぜ。それでは船長、今まで本当にお世話になりました。これからも良い航海を。なるほど。これでアーデルハイドはね、あの復興用のサブイベント的なものがあって、それに関わる感じですね。トムの修理の腕はこの俺が保証してやるぜ。あいつに任せておけばアーデルハイドの町も元通りに、いやそれ以上にしてくれるだろう。さて俺たちは港の外で出港の準備をしておく。いつでも来てくれ、待ってるからな。じゃあちょっと船だけ眺めて終わりにしますかね今回は。多分ね、ワールドマップに出たら船が止まってるんだと思うんだよね。スイートキャンディー号は海を移動することができる乗り物です。スイートキャンディー号乗船中は通常の移動と少々操作が変わります。スイートキャンディー号乗船時の操作、方向キーまたは左スティックでの左右で船の向きを変え、上下で船を前進後退させます。ただし浅瀬には進入できません。スイートキャンディー号乗船時の操作、ダッシュ乗船中は使用できません。前進になります。まるで前進できるんですね。つまりね、サーチ、通常と同様四角でサーチ、浜辺に接してバスでゲーセンで、スタートを押すと、船内に移動できると。なるほどね。早速船に乗ってみるのもいいですが、内海には強力な魔獣が潜んでいます。念のためヤードでアイテムを揃えたり、次の目的地の情報を確認しておきましょう。こちらですね。こんな感じで、うほっ、ちょっとエンカウントキャンセルゲージが4も消費された、やばいって感じなんですけれども、フォトスフィアに行きたい。フォトスフィアこちらですね。まあ、ちょっとよくわからないところも多いので、まあ、多分ヤードで多少情報が聞けるんじゃないかなと思うので、まあ、またねヤードで情報を揃えてから、目的地を定めていきたいと思います。それでは船もゲットしたことで今回はここまでにしたいと思います。どうもありがとうございました。